何はともあれ、じゃあ2試合予定でいきましょう。ダンケルクはドイツの第一次世界大戦のこんな感じで続くんだ。プライベートジャイアン的な、ジャイアンじゃねえ。プライベートジャイアン。裏技教えてください。どうなんプライベートジャイアンって優しい。映画版だろ。映画版の方だ。映画版だ。プライベート。右下から鬼をね。右下から。あ、じゃあいつものとこかな。あー、行こう。ちょっときついかも。あっちの方が良くない、リボブカの方が。微妙だな。このまま行く。結構降りたぜ。ここら辺。遠いな。遠いな。このまま行くとポチンキかな。リボブカでいいんじゃない？行けるだろう。ここら辺から飛べば、ここが。ちなみにね、あの、こことここにほぼ確実に車がある。今、黄色のとこ。そこに降りるんだったら、あ、今回は無理だけど、行けるよ。どれ行くって、で、そうそう行こうか。動いこう、結局。赤どれ？じゃあ行くか。行くか。降りやがった。どこへ？あ、リポブカに。リポブカまでは行けないんじゃないかな。青いとこ。うん、青いとこ。青いとこ。ちょっと車探しながら。リポブカっていつもの右上のとこや。あ？プリモって言われてた。プリモだ、プリモ。リポブカ無理って言いながら、どこ行く気よと思って。あれプリモも欲しねえけどな、これ。散っちゃった？いや、大丈夫。大丈夫。全然ダメだから。俺もダメな気がする、これ。ダメな気がする。ダメな気がするってか、ダメ。ダメな理由が分かった。あの、W が認識してくれてなかった。真下に落ちた。どうせ誰もなんで、誰も。逆に考えるんだ。この先走っていけば誰もいない。誰もいない。車見つけて即合流するわ。全然進まねえなって思ったら W 認識してなかった。無線キーボードだとたまにあんだよな。今日100人いるぞ、珍しく。珍しい。本当だ。端数なし。なし。お、バックパックじゃん。なかなかいい。心配しなくても、多分俺が巻き込まれて死んでロビー戻ろうかって話になるはずだし。お、エリア内、しかもマジで。じゃあそっち行こう。ここで取るのやめよう。パンチでの殺し合いが始まってる。なそこに誰かおったん？いや違う、ログ。あー、ログか。もう2チームぐらいなくなってる。野蛮人どもめ。殴り合い。ボートがあった。乗り物ねえのかな。どうしよう、倉庫行くわ。誰もいないだろ、そこ。うん。プリマには。ボートで横付けしとこう。車ある。ダチアだな、あれは。お、車ある？じゃあ、ボートいらねえや。倉庫の目の前にあるわ。ん？ボートの音がするのはタカちゃん？俺。ボートが2台ある。やめてくれよ、危うくやっちゃうだったぜ。え、死んでる。何？事故った？誰だ？ボートで自分で死んだ。余計な手間を。あ、ボートでも死ぬんだこれ。引かれんだボート。すまねえな。すまないねおじいさん。言わない約束でしょ。車あった？あったってだじゃん。すまねえな。ダチアがあったって言ってる。シュウヤが、シュウヤの。回復はあるかな。治癒キットがあった。このために普通に治癒キットを拾ったんだ。マジか。じゃあ、ポットなのか今は。あれ車かな。あれ車やな。いやいや、何もなかった。いいね。あれ体力完全回復してるぞ。あれちょっと今日。意味のない。ボートに引かれてなんじゃなかった。いいね。意味のないことで使って。医療キットとか最終的に超役に立つアイテムなのに、まあ、いや拾ってないよ。キットの方が多いからな。医療キットなんて拾ってない。何もないだと。ここ県内だからそのうち人がなだれ込んでくるはず。運良ければ最終的にむしろそこが決戦地になる可能性すらあるな。迎えにここは行かんで。早く集めなきゃ。ここまで来たらもうそこの山越えるだけだし。あ、でもそこまで来たんならもらおうか。で、引くやな、ここで。うち。
ウージーか。よし。なんかええのもこうや。そう、もうあったんだよ。SKS と M16。大容量ピストル、いらねえ。いや、いらんことはないけど。S12K ってなんだっけな。とかするとかな。いや、ホットガン。いらねえな。セコンド待って。勘弁してよ。言ってくれないと。聞いちゃうよって。撃っちゃうよ。確認してから撃っちゃうよ。確認した上でだろ。名前が多い、ターンって。あ、知ってる名前だ、ターンって。治療して、ターン。それは知らん。それは終わりじゃない。ウージーか。いいのないな。結構減ったな。ウージーから変えよう。ババンちゃん。お、スナイパーライフルのサプレッサーあるぜ。誰か持ってない、あれ。スナイパーない。欲しいけど。スナイパーライフルじゃない、あのアサルトライフルのだから4倍ぐらい誰か持ってない。なーい。適当に SKS でもあったらつけられちゃう。アサルトしかない。俺 AK と M16 だから誰かどっちか欲しい人。あー、ショットガン M16 だわ。あ、ショットガンがある。よほどもアサルトはあんまりな。チョーク。あ、足音が聞こえるからね。仲間だと思ったら敵っていう場合もあるからな。うん。ダチアはキープしてるの？ダチアは倉庫の方にある。見つけて、ああ、じゃあ大丈夫か。取られることはないか。うん、いや、道路のど真ん中にあるよ。ああ、裏ぐらいに隠しとくか。レッドドッグ。12ゲージ。お、ベストレベル3だ、珍しい。なんだよこれ。なんで一番最初に来た俺が。ろくな装備なし。うん、ショットガンとウーズィ。まあよろしいでは。あかんな、近接ばっかか。うん、ちょっとダメ、さすがに。つけるのがねえんだって。つけるのがね。ピストルが完成した。割と使わねえだろそれ。いらねえやつだ。非常用。動かない車だよ。バギーはあった。チークパッドだ。お、2倍。お、もう俺が攻撃しないな。団体ついた。タクティカルつかない。あ、つかない。つかないか。9ミリいる。9ミリは、あ、8倍もあった。8倍。誰か8番を役立ててそうな武器持ってるやつはいるか。はーい、自分で使うかな。ウージーばっかり。 M16 とかだろ。フルカスタムできたなら譲るけど。そうそう、 M16 です。カスタムできてないなら俺が使っても同じだわ。メットレベル2。ショットガンは完成したけど、そっちは全然だな。じゃあ俺が行こうかな。今自分のサプレッサー。分かんねえわ。むしろサプレッサーあるなら修也が使ってくれ。うん、ただ AK だからちょっとブレまくんだよな。スカーとかの方がいい。あれ M16 に刺さんねえの？大容量ね。M16 も結構ブレるだろう。飛行機か。で、ピックドローだから結構ブレるんだよ。ブレブレなんだよな。スカーか、M416 の方がいいかな。ないかな。M41 のこれ持ったで。うん。お、回復。もうそろそろ次の瞬食？ん？違う。誰かが来るかもしんないから。うん。アイテムだけ見てるってわけにも。とりあえずまあ海からの襲撃だけは防ぎたいな。バックパックに。わかるんじゃないかな。いいのないかな。お、うん、ピーあった。拡張クイックがあった、ラッキー。 AKM 欲しい人いる？ AKM いらんな、もうもっと別にいいかな、うん、レッドドッグ。じゃあ弾だけまだキープしておくわ。
弾は5点と7点が移動で。ガソリン1個だけ持っとこうかな。拡張マージン 5.56 がいるけど弾がない。ヘルメットがないからレベル1でもあったのかもしれない。7.2が欲しい。あーレベル2どっかあったな。7ミリは大量に持ってるから俺が後で渡すわ。俺の場所にあるでヘルメット。ガー君の場所どこ。そこか。 OK 行く。あ違った。サプレッサー拳銃何よりも。これ爆撃の音かな。俺が今ドア開けた。はい、ドカンと撃たれるからな。ベスト。経験者分かる。そっちじゃない、反対反対。トイレトイレ。トイレね、はいはい。ねえな。カバンちゃんがレベル1なのかな。俺もレベル1や。何もないやん。ここは入ってる？いるか。まあとりあえず1回目の範囲が縮まるまではここでいいよね。ショットガン。うんぴーだからこれでいいか。ああ。あとで2倍誰かに渡すわ。ねえなあ、弾が。俺も 7.62 が。7は90ぐらい持ってるから安心してくれ、俺が。5.56 がない。みんな被るんだな、これ。5.56。5点と7点と。俺は5と9ミリ。俺5とショットガン。12ゲージ。まあ、ショットガンは20パスほどあれば十分か。あ、S12。ありすぎる。85。50ぐらい捨てていいんじゃね？他の弾いっぱいあるなら。誰だ？味方やった。エナドリミッケ。それはいる。AKM。AKM はいらん。俺が装備している。みんな AKM やな。ラストハイだ。ん？いや、違うでしょ。ここも M16 です。中型一緒か。もうないな。SR の大容量、はい、ギリギリだな、これ。ちょっと遠い。SR の大容量有しておる？ SR の大容量？うん。スナイパーライフルは誰も持ってないんじゃない？持ってないな。ライフパーン。まあ、範囲から外れたから逆に行きやすいんじゃない。どうしようこれ。うんぴーが完成した。7点が250発あるね。ヘルメットレベル2。7点俺に。タカちゃんはもう完成してんの。ヘルメット。ヘルメットはレベル2持てる。印つけといてくれると嬉しい。7点くれよ。どこどこ。赤。7点くれよ。 100ぐらい渡そうか。うん、まあ、余裕のある分だけ。はい、サンキュー。バックパックレベル2もある。その回5点ある、5点。拾えねえっていう。5点ないよ。1個も拾ってない。あ、じゃあバックパックレベル2ある？ 5 点ない、欲しい。あ、じゃあ同じ家の屋上にある。OK。じゃあ赤いってある人おったら、後で。みんな被っとんかな、5点。赤いや、だから、みんな持ってないんだよ。ここね、OK。弾自体よ。うん。うん。カバンちゃんが屋上とヘルメットが。どこやったっけな。ああ、あったあったあった。あ、そこ空いてない。で、カバンちゃん屋上な。1と2ってどれぐらい違うんだろう。大きくある。それなりに変わるな。9ミリいらんよな、誰も。俺いる、俺いる。ちょうだい。はい、そこを放り投げといって。あ、了解。うん、もらうわ。なんだって9ミリは 100発出てきちったよ。 7.6 ミリ周囲いるっけ。 7ミリはクマさんがいるんだよね。もう、あ、じゃあ持っていといて。もういらない。カー君は7点はもういらんけど。もういらん。じゃ捨てるよ。邪魔なんだよこれ。 5点はいる。5ミリはいる。5はいる。俺も5ミリが全然ない。60発ぐらいしかない。使う武器がそもそも落ちてないから5ミリの弾が落ちてないんだよ。うん、そうだね。5ミリ見つかってないんだよね、そもそも。30発しかない。さあ、もうちょっと範囲の方向かう。車を持ってきておいてほしいね。車倉庫だっけ。あれどこ行った。車いるかな。わざわざここまでは来ないと思うけど、この次がだいぶ遠くになった時に車ないと厳しいかも。バックパックレベル2と3がある。
にマナの人いたらくれ。俺の今の、いや今クマさんが向かってんのか。9ミリしかない。で車持ってきてないのか。来てない。あ、タカちゃんが倉庫やろ。道路、道路、倉庫の前の道路。あ、いいよ。いい。もうど真ん中にダッチアがあるでしょ。4人乗りをお願いします。1、あったあったあった。バギーあった。ちなみにバギーはね、あの香川くんが乗ってきたのがあるから。どっかに捨てた。あのレストラン前にある。あ、オッケーオッケー。サプレッサー2個目発見。オッケー。誰かに持ってもらおう。だ、な、何のやつ。アサルトライフル。アサルトライフル非常にいいやつだ。欲しいな。2倍もある。誰がやる。俺4倍。欲しいな。俺4倍持っとうけど。ああ、じゃあ香川くん、まあ、A でやる、あげるで。クマさん、ちょっとこの家多分ギリギリ範囲、もう一個そこの上の家にしようか。え、確実に安全に範囲内の家、クマさんのその家にしようか。家じゃないんだけどね、俺。まあいいや、じゃあそこで行く。2倍とりあえず落とすよ。2倍もいかん。 4ついてるから。2倍持ってる。4倍も。じゃあ2倍もらおう。じゃあタカちゃん2倍、鎮痛1個。車の音がした。俺は、タカちゃんが持ってきてくれてるやつだ。いいんだけど。じゃあ一応サプレッサーは香川くんに渡すわ。4倍持ってんだ。4倍持ってるらしいから。いや、だから持ってるんだ。クマさん持ったやろ。クマさんにはあげて、そっちの方がエイム力ある。お、あれだ。落とすぞ。つけてからだろう。いらねえんだな、これ。とりあえずでもするわ。とりあえずいらないもの全部置いていって装備できる人がいるかもしれない。達成したよこれで俺。どっから山。多分山しかないよね。おい、お家の中で撃たれたんだけど。俺んとこまで来れると嬉しいな。あれ、引っかかった引っかかった。ドア閉めてるんで今。閉まって、すまない。見えた場所わかんない。俺が撃たれよ。いや、ドアから撃たれたから、ドアの斜めの山の方だよ多分、うん、来るな、きついな。クマさん、ドリンクある。うん、あるよ。これないの。あ、俺はあるよ。こっから出れる場所がないな。ドア開けるよ、じゃないと走れないから。え、ちょっと回復してから行くわ。もう来たね。あ、ここ一応ギリギリ入んないか。入んない。うん、見えねえんだよな。しゅうや、そこを撃たれたんじゃなかったっけさっき、うん、入るとき撃たれたけど、窓も撃たれた。割れてない。近づいてよ。うん、クマさんが撃たれたってことはその辺か。おらんけどな、こっちから見とうけど。いた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 。どこ見て、OK。あのね、赤い、茶色い壁の家、あの、豆粒なんだよ、ほんと。クマさん、こっちまで逃げてこれる。あ、見えた、なんか来た。北東。北東 ?SE? ちょっと回復したいな、でも。でも、あれだな。場所が良くねえな。よし。ぶち込んだ。おったおった。まあ、あと1分ある。弾がねえんだよな、畜生。俺まだ29発しかない。塀に着弾してるけど。いた。いって。どうだ。俺の見てんのは北東の方だ。あと46秒後に俺たち死ぬ。東北東かな。お、落とした。他にどこにいるか。火がで見えねえんだな、多分俺。言ってくれた、俺走ってるけど。亀裂やから、あれを
仕留めに行くか。そう、どっから撃たれた。いた、誰か撃ってる今。俺は撃っちゃおう。気遣った。お、一瞬殺した。よし、車はどこ。そこだ。待って、どこどこ。俺が乗ってるわ。行きます。乗った、行け。乗った。とりあえず敵はいるのかな。まだ何人か残ってるけど、しょうがない。行くしかない。シフト武装、速度優先。君らには分かんないかもしれないけど、押してるからね、ずっと。押してない。ブフォーンって言わへんかったから。ブフーン、ブフーンって。あ、ほんま、押しっぱなしだから120本、120で言うんや。ダチャンのが早いんだよ。あ、山さえ登らんかったら。気がないけど。トルクはねえんだよ。トルクはねえんだ。さあ、どこに隠れる？どっかで回復の時間が欲しいな。あ、どこも怖いな、これ。平原すぎる。どっかにつけようか。に、ベタ付けする？どっかにしようか。あの、家。とりあえずもうそこでいいわ。とりあえず隠れよう。ここの。そう。うわ、スカスカ、スカスカ、2階かな。3階もある。エルドシも2階かな。3階もある、ここ。3階まで行ったら車盗まる。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あの、むしろ応急キットがある、3階に。狙いやすそう。とりあえず包帯巻いて。あ、違った。また次の範囲、まあ、車あるから、車で一気に行くなら後ろ見とくのもありだね。包帯終わった。回復ない人いる？まだ一応あるわ。エナドリがある。僕が俺3。僕1。5ミリの弾ある人いない。俺一応8倍持ってるから。あと21発しかない。ビリはないんだよ。いたヘッドさんだ。家の中まで、家の中まで。川田の先、あっちか。よろしく、よろしく。もうちょい、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 もっと行った方がいい。俺、発敵するわ。いい人はいきなりクソなんだ。ヘッドいきなりや。あざーす。回復ある？ある、今飲みよう。なあと何個ある？あ、もう応急はない。じゃあ1個落としとくから回収しといて。あざーす。他打ちやすそうやな。ヘルメットがなくなった。ヘルメット下になったな、確か。どっから撃たれたかわからんのがきついな。ああ、車で一気に行くしかないね、これ。33秒。おっと、撃たれた。どっから？ここの正面。俺の。横だ。あ、わかったわかった。どこ？こっち。こっち。そっち？もうスコープ覗いて探せねえからな。ああ、その瞬間に死ぬ。さあ、車行こうか。車どっちだったっけ？あ、だちだ、だちがある。だから後ろから出れば大丈夫ってことだ。うん。じゃあ行くぞ、行くぞ、行くぞ。どんどん行け、ほら、行け、ほら。お、行け。誰だ、運転。俺か。一気に行こう。行け。壊すぞ。まっすぐ行け。全力で行け。ブーストしてる？してる。してんだよ。いや、乗ってると思うだろ。ブースト使ってくれ、使ってるわ。言っとかないと、あれかなって。どこまで行こう。もう家まで行くか。おお、誰かの車が。あ、正面に。前に車走ってた。正面の車、あと3、いや、1匹車が。ああ、やめろー。やべやべ。やべだ。近くで。戦え。突っ込んだ方向。射程がないから突っ込む。よし、一匹殺した。死んだ。ハクちゃん、いらっしゃってんだ。ねえもん、弾っていうか、ショットガンしかないから。
誰かいる。この1枚コンテナ。お、とりあえず回復系は全部パクっとく。おう。あ、もうね、頭回復。よし、帰ろう、帰ろう。いや、入んないか、入んないだな。気にしなくていいな。むしろ、そこの岩の後ろ結構いいぞ。てか、ここが撃ち抜かれる可能性がある。どこにあそこに車止まってんのが怖いよね。なんか、いるんだよ、あの中に。俺たち狙撃してたやつが後ろから迫ってくるはず。どこや。狙撃してたやつは多分左上の方にいるはずなんだけど。パンパン言うとけど。そう、だから今そっち。かかか置いていく。俺もいらなかった。5.56。5.56どこ。ここか。あ。俺にちょうだい。5.56。何個言う？30発くらいで。あ、大丈夫。本当だ。30。はい。で、タカちゃん、はい。これ、鎮痛1個。あったあったあった。あの、ありがとう。前の小屋。小屋？前の小屋って言われてもな、方向で。N。あ、あ、見えた。見えた見えた見えた。これ見えねえな、多分こっからじゃ。コンテナの中って誰か当たった？当たった。ある程度当たった。あ、右スーツとかなかったの？ここはリーダーの方だった。いや、あったかな。15倍。今気絶中のやつが1人いるはず。あ、倒した倒した。イエーイ。死ぬ死ぬ。いって、どこだ。右から撃ってくる。あの小屋の裏ぐらいにいるよね。あ、遅遅遅かった。とりゃ、とりゃ、とりゃ、まだ分からない。小屋の中にも一人おるで。うん、中に一人いる。こうやってあれ？正面の、うん、あ、小屋から出てった、出てった、出てった。えらい守備力関係な。しなへん、全然しない。よし、こっち、こっちだ。格殺。よし。もうそっちは気にしなくていい。ただ、右からまだ。なんか左、もう一人見えた気がする。いたどこどこ後ろ。お、よし、ま、間に合えろ間に合えろ。あー、危ねえ危ねえ。あ、頼む。どっから来るか分からん。ナイスナイス、クマさん。どこやどこや。やべ、ここやべ、撃たれる。どっか分からん。うわー、もう、うわ、戻ってきて戻ってきて。どっちが先？無理かな。やられた。タカちゃんが大丈夫か。いや、あの家な。ああ、その前に撃たれた。その左から撃たれてんだよ。うん、家の、あ、そっち高いん、全方向だ。こっちはこっちで撃たれてんの。いや、だからそこ無理無理無理、走れ、左に走れ。見えるんだよ、周囲の場所だけ。あ、撃たれた。違うんだよ、その左、別の子がいるんだよ、もう一人。もう右も左もねって、うん、囲まれてんだよ。コンテナの方だろ。コンテナの方じゃないんだよ、うん、もう俺は真北の方から前に撃たれてんだよ、うん、そうそうそう、もうどこっても無理やった。だから2チームに囲まれてるから無理。2,3 チームおったんじゃないかな。先にコンテナに入ってたのが強かったのかな。でもあれだよね、逆に俺らがコンテナに入ってたらさ、撃たれるんじゃん。うん、撃たれるんだ、他から。難しいとこだね。殺し切っていくしかなかったんで。